ウィウィいいお疲れウィお疲れ様っすウィ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 あーはーふぅぅ最近さ、ケイスケととか売り悪くねマジな、ほんとにあいつら全然触ってもねえじゃん。もっとも、もっとふっかる乗ってほしいよね。ふっかる、それお前フットワーク軽すぎの略称。誘われると基本的にしょうがねえなとか言いながら来てくれる人に使用する暇人。あ、さ、そういえばさ、1年生新入生入ってきてくれるさ、どうよ一条。そうそうそう、一条はクソだね。あ、一条クソだろかよ。俺、一条さっきらでも二条とかがまあ一番可愛い。なるほどね。そっちは相変わらずの四条の可愛さよ。ほにゃらら、ダン、ほにゃらら、チョ。大学において学年と性別で呼び分けるときの略称。主にサークル活動において使用する。最近あの担当どうなの？実名出せ。てかさ、彼女欲しくない？でマジそれな。それな、そうですねの略称。無意味用語族。大学生の会話の半分はそれなで構築されている。頻発するとボキャブラリー貧乳症候群を発症する恐れがあるので注意する。浴衣着て花見行きたくない？あーね、それはもうやばい。あーね、あーそれねの略称。無意味用語族。大学生会話で頻発され、相手の話が理解できないとき、どうでもいいときに相槌のように発する。最高だわ。でも言うてさ、言うてそうは言ってもの略称。しかしと同じように使うが、発言のアクセント的に少し強めになる。なんかいい感じのやつ魅力ね。まあね、今度行くけど祭り。おいおい。え、角あと単位いくつぐらい？それさ、今年やばくてさ、残単がさ、残単、取得しなければいけない残りの単位数のこと。しかし履修がほぼ決まっている高校生のような生活をする医療理系大学生には無用の言葉である。あと8あるんだよ、どうしようマジで。多くね？俺去年 あれフル単だったから。フル単、履修したすべての単位を回収すること。また地域差により全投資ということもある。マジ今年結構楽で。そう、再履作っちゃったんだよね。再履、再履修の略称。基本的に医療系理系において利用することが多い。この再履修を一つでも取ると何か頭の中でリミッターが外れてしまい、そこからズルズルと成績が下がっていくことが見受けられるので注意する。え、何、何の授業落胆なの？落胆、比較的簡単に取得できる授業の単位のこと。しかし履修科目の難易度が全て GQ クエストの医療理系大学生には無用の言葉である。保健体育。バカお前。あれだよ、ちっちゃい。そそうだろそれ、不敬な。マジごめん、悪い。そそう、不注意から起こす失敗。転じて大学生ではお酒をこぼした時に使われる。これをやると、あ、そうそうとか言われ、飲むことを強要されることがあるので注意する。でもこれもねえよ俺。そっちの方がいいじゃん。マジで、いくぞ。待って待って、みんな待って待って。なんか今日戸田が飲みに行こうとか。